佐倉市役所を訪問したのは市のカヌー協会に所属する日本大学1年生の長須桃佳選手です。佐倉市で生まれ育った長須選手は先月行われたカヌー競技の日本代表選考会でパリオリンピックから正式種目となるカヌースラロームカヤッククロスで3位の好成績を残し日本代表に選ばれました。そして来月チェコで行われる国際大会に出場しオリンピックの出場権をかけて3位以内を目指します。長須選手の活躍を長年見守ってきた西田三吾市長は佐倉市民として本当に嬉しい、ここまで来たら全力で勝利をつかんでほしいと激励しました。長須選手は小学3年生からカヌーを始め中学3年生で18歳以下の日本代表メンバーに選出されるなど活躍が期待される若手選手の一人です。今回市長から熱い言葉をいただいていよいよ始まるんだなという戦いが始まるんだなっていう、パリ五輪はやっぱり私がずっと小さい頃から小学校からずっと夢見てきたものだったので本当につかめる、その夢をつかめるように頑張りたいと思います。